上がってきな。おら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 、レバルだ。私の獲物だ。どうしようかしら。はっ、いざ。はっ、とどめだ。さあ行こう。そい、えいえい、こっからだ。かけるぞ。行くわよ。覇王の剣よ。こちらの番だな。ごめん。私の獲物だ。ドレレレレ。よっしゃ。かかってこい。さて、傷を癒したまま。おれ、さあ行こう。よっ、行くぜ。よっ、私の獲物だ。さびだれ斬り、今だ。どうしようかしら。斧一閃、行くぞ。さびだれ斬り。よし、世辞はいい。剣が錆びる。無茶しちゃダメよ。よっしゃ。おれ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 。いいね。私の番ね。斧一閃。さあ行こう。やったな、オーシット。この一発にかけるぞ。こちらの番だな。ああ、サビダレギリ。いいぞ、ヒカリン。ドラレレリリャー。どうしようかしら。傷を癒やしたまえ。ラッピー、覇王の剣よ。行くぜ。ふっ、およ、さびだれ斬り。ここからだ。撃ち抜く。こちらの番だな。
よっ、ふっ、やっと、この手で斧一閃、これでよし。ごめんなさいね。私の番ね。聖火の光、輝きたまえ。いざ。撃ち抜く。私の獲物だ。かかってきな。ここからだ。行くわよ。やりくりは得意なの。お薬の時間ね。行くぜ。チェイ。私の獲物だ。行くぞ。ごめん。さて、王の一戦、行くよ。よっしゃ、どかんぞ。おれ。お疲れさん。いいお話ね。ありがとうさん。ありがとう。来たぜ。ここがロック島か。アルロンド、ありがとさん。ついに一世一代の大取引だ。待ってろよ、おやっさん。800億の土産を持ってきたぜ。
素晴らしい。量産体制は万全だ。蒸気機関は機械ばかりではなく歴史をも動かす。そしてそれを持つべきは私だ。だから君に渡すわけにはいかない。パルテッティは私のものだ。世界中のすべてが、うん、さて時間だな。ありがとうさん。ありがとう。あのロックが改まって一体何の発表だ？島まで所有してるのにこれ以上儲けようってのか。ま、ともかく注目だ。いいねいいね、盛り上がってきてるじゃねえか。会見場はこっから入ればいいんだな。取材許可証を見せて。ん？取材許可証？持ってないのか。ダメダメ、出直してきてね。あ、ちょっ。参ったな、大盛況じゃねえか。パルテティオさん、よかった、無事に来られたんですね。オリ、いいとこにいたぜ。お、何です？いいネタでもありましたか？いや、ネタもねえし、取材許可証もねえんだ。
あ、許可証ですか。実は私も許可証をもらえてなくって。そうなのか。でも心配ご無用です。私知ってます。会見場につながる裏道を。本当か、オリ。これでも記者ですから。ささ、こっちですよ。会見場はこの先です。ここがおやすさんの本拠地か。おい、何をしている。やべ、見つかった。パルテティオさん、ここは任せて。オリ、何する気だ。パルテティオさん、出会えてよかったです。たくさんの人を見ましたが、あなたみたいな人は初めてでした。もっと取材したかった。あなたが世界を幸せにする姿を。でもここまでのようです。さあ行ってください。みんなの幸せのために。オリ、行って、パルテティオさん、振り返らないで。すまねえ。ちょっと、君。あいたたたたたたた。あいたたたたたた。急にお腹が。おい、しっかりしろ。ごめんなさい、警備員さん。明日の一面はロック氏の大発表。運も味方につけるになっちゃいそうです。あいたた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 た。そいつは大変だ。みんなで運ぶぞ。ロックさん、ロックさん。蒸気機関について重大な発表があると。どのような発表でしょうか。世界中が注目しています。皆様、どうかご静粛に。聞き逃しては大損となりますぞ。これから発表するのは世界を一変させるビジネスだ。
れが愛だ。行くぜ。頼んだぜ。確かに。さあ。ここからだ。いや、踊れる。おお、マギアスティーブ。感謝する、オズ。飾ってきな。本気出すか。クライナー、行くぞ。この攻撃戦、こっからだ。戦王の槍を。おらおら、いいもんは分け合わねえとな。ここからだ。乱れ斬り。こちらの番だ。乱れ斬り。出番。ライフスティールダガー。行くぜ。戦王の槍を。行くぞ。乱れ斬り。さすが。おお、ブラウン、少々付き合ってもらうぞ。悪くないアプローチだ。さて、あ、マギアインビー、飾ってきな。こちらの番だな。ごめん。よっしゃ。竜王の炎よ。お加減できねえぜ。そ
ライフスティールだぞ。少々付き合ってもらう。こっからだ。やってやるぜ。商談成立。サンダレギリ。行くぞ。殿のために。サンダレギリ。富国の誇りとともに。私は若い頃勉強に乗っていた。銀の採掘というのはなかなか骨の折れる作業で、岩盤を深く掘ると地下水が湧き作業は進まなくなる。するとどうしたと思うね。バケツで汲んで排水するのだよ。一杯また一杯と。まさに血へどを吐くようなつらい作業だった。まったくもってくだらない話だよ。商人は商いをする人と書く。私の指は血ではなくインクで汚れているべきだ。どんな仕事であれ非効率というのは今わけだが、それも今となっては笑い話だ。
しゃい。よっしゃ。やれやれ。覚醒の乱れ。ここですか。踊るわよ。よーし、マギアスティーグ。すまん、こちらの番だな。撃ち抜く。見えたぞ、今だ。ここからだ。撃ち抜く。よし、いいでしょう。聖なる神よ。戦いは本業じゃないんですが。いいでしょう。炎に燃えろ。行くぜ。おら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 。行くよ。よーし、マギアスティーグ。よーし、狩りができましたね。びっくらこいた。ここからだ。撃ち抜く。おいおい、踊るわ。いっか、マギアインビ。ありがとう。やれやれ。こちらの番だな。いや、ごめん。ちょっと待っ。いくよ。いきますか。氷を切り裂け。やれやれ。氷を終わりです。任せ。
まだまだだ。拝見します。こっからだ。獣王の弓を、獣王の弓を、獣王の弓を、いいもんは分け合わねえとな。
さて、皆様にも苦労話が終わりのはずだ。新聞が生まれた頃はまだ手書きで作られていた。一枚一枚苦労を重ねたはずだ。猫の手間を借りたくなるほど。それが今はどうだろう。記事をたった一枚書けば、印刷機が馬車馬のように働き、いくらでも吸ってくれる。皆様はコーヒーでもすすり、それを眺めていればいいわけだ。なぜそんなことが可能になったか。蒸気機関という新たな動力のおかげだ。ありとあらゆる産業が蒸気機関によって刷新された。まさに歴史は前進したのだ。しかし歴史はまだまだ進歩を続ける。この改良型蒸気機関によって、ロックさん、これは一体。改良型蒸気機関はこれまでと製法を一新した。それにより蒸気機関の大量生産が可能となったのだ。皆様、ここに発表しよう。我が社はこの改良型蒸気機関を世界中の国家や富裕層へ向け独占的な販売を開始する。蒸気機関によって産業は変わった。多くの富を生み出した。お気づきなされよ。より多くの蒸気機関を持つことはより多くの富を得るに等しいと。世界中の文明は大きく躍進するだろう。このロックカンパニーによって。ちょっと待った。アルテチオ、ここで何をしている。場をわきまえるのだな。忘れたとは言わせねえぜ、おやさん。買い取りに来たんだよ、あんたの蒸気機関をな。蒸気機関を買い取る、だって。あの男は何者だ。おい、誰か知ってるか。パルテティオ・イエロー・ウィル、これから世の中を変える男だ。よく覚えときな。さ、おやすさん、契約書もちゃんとあるぜ。おお、金を都合したのか、パルテティ。ああ、言ったろ、必ず持ってくるってな。きっかり800億リーフ、大貴族アルロンドの小切手だ。あの大貴族アルロンドの。パルテティオさん、よく見せてください。わーったわーった、そんな押すんじゃねえよ。さあどうだ、おやさん、アルロンドの直筆入りだ。青いな、ファルテティオ。何？うぞうむぞうと星の数ほど取引した私から一つ教えてやろう。自分と現金以外は信じるな。
そのサインとやらはどう証明する？証明できたとして羽をそのものが鹿と出せる保証は？経験から言う、俺らは確約できない。故に私は現金以外で取引をしないと決めているのだ。へえ、そう来たかよ。出直すのだな、パルテティオ。もっとも、その時には君が買う権利もないだろうが。おやっさん、あんた初めから。そこまでだ、大富豪ロック殿。あの声は。やあ、ケーキはどうかね、パルテティオ。このアルロンド、世紀の商談を見届けに来たぞ。ちょいと手土産もある。アルロンド様、少々はしたないか。許せ、ミシャよ。アルロンド、大貴族アルロンド、まさか本物か。何事ですかな。招いた覚えのない客だ。非礼を浴びましょう、ロック殿。だが何分多額の取引です。ご不安も終わりかと。800億リーフ、実際にお持ちしたまでです。なんと浅袋で800億。無論全額をこの浅袋には詰め込め、残りは私の船にある。重くて沈没しそうだったが。アルロンド、私もこの目で数多の人間を見てきた。だからこそ断言する。この男は800億に値すると。ロンドウェル家の名にかけ誓おう。このパルテティオに800億を託すと。アレロンド様、少々目立ちすぎでは。許せ、ミシャ、この際だ。ありがとうさ、アルロンド。なんとか警備を負けたな。どれどれ、パルテティオさんはうまくやれてるかな。あれはアルロンドさん。まさか800億をこの場に。バカな、ありえん。800億リーフ現金でだと。心外ですな、ロンドウェルの名をお疑いか。おいおい、とんでもないことになってきたな。ああ、この記事は売れるぜ。契約書がどうだろうが、こんだけ証人も揃ってる。もう逃げ場はないぜ。さあ、取引と行こうか、おやっさん。
取引成立だな。あんたの蒸気機関、確かに買い取らせてもらった。バカだ800億などはした金にすぎん。この蒸気機関には世界を変える価値があるのだ。物資の大量生産、そしてそれを大量に輸送できる力、それが世界の商売に、歴史にどれだけの影響を及ぼすか。それだけじゃない。兵器の転用で弱者が強者になりうる。戦争の形が変わるのだぞ。無効だ。この取引は無効とする。無効とは、ご自身で結ばれた契約では。ロックさん、無責任ではないですか。いや、会見は中止だ。話すことはもうない。説明してください、ロックさん。ロックさん、黙れ。君の勝ちだ、パルテキオ。おやっさん、鍵がかかってやがる。なんだこの音。おい、みんなこっから離れろ。ぶねえ。なんだありゃ。さあ注目したまえ、やかましやどもめ。これぞ我が社の誇る技術の粋、蒸気装甲車オブシディアンだ。多少予定が狂ったが、デモンストレーションとしよう。あんたら、ここ危ねえ。早いとこ逃げろ。オリ、何してる。あんたも早く行きな。でも、この先にとびっきりの毒種だって、命には変えられねえだろ。
はい、パルテティオさん、ありがとうございます。こっちこそ、いろいろありがとさ。いい記事書けよ。おやっさん、やっと二人で話せるな。私の目は確かだった。やはり君は一流の商人だ。ただ一点を除いてな。へえ、なんだいそいつは。価値あるものは皆で共有するべきではない。持つべきものが独占すべきなのだ。そうしてこそ物の進化は発揮される。おやさん、俺はあんたを尊敬してる。こんなもんまで作っちまうのはおやさんだけだ。だがやっぱあんたの考えには賛同できねえ。蹴りをつけるか、おやさん。契約書はきっちり守ってもらうぜ。商人らしくな。君の言う通り、蹴りをつけようじゃないか。さあ来なさい、パルテティオ。商売の何たるかを分からせてやろう。燃えてきたぜ。行くぜ。獣王の弓を。バレだ。いいでしょう。体験します。いた、いた。みんないい風来てるよ。いざ撃ち抜く。やれやれ、傷を癒した。ごめんね、テメノスさん。よっしゃ。やめんなよ。できねえぜ。獣王の弓を。行くぞ。足止めさせてもらう。行きますか。傷を癒したな。踊るわよ。みんな、いい風来てるよ。こっからだ。獣王の弓を。こちらの番だな。
撃ち抜く。やれやれ。はい、どうぞ。ありがとうさん、テメロス。かかってきな。やってやるぜ。主王の弓を。おら。主王の弓を。まだまだ。なせばなる。武闘機シルティージよ。よっしゃ。頼んだぜ。助かった。あっやー。クライマックスよ。マギアインフィン。それね。を抜きます。君が砂漠。使うぞ。いいでしょう。本気で行きますよ。顎があらんことを。足止めさせてもらう。おいおい。あたしの番。マギアインフィン。傷を癒やしたな。悪いな。テメロス。クジャクの舞。足止めさせてもらう。こっからだ。はいよ。感謝します。悔い改めなさい。赤学を終わる。ここからだ。この力は変化。行くよ。マギア・シグマセよ。ありがたい。行くぜ。やった。あ
てと。傷を癒したのは。ありがとうさん。これで終わりだ。いや、俺深く殺しはせん。ちょ、タンマ、踊るわよ。なせばなる。マギアインビデオ。すまない。拝見します。こっからだ。いざ。撃ち抜く。さあ使って。行きますか。拝見します。行くぞ。無心の太刀。よし。踊るわよ。さてと。傷を癒したな。ありがとうさん。テメロス、かかってきな。しっかり働いてもらうぜ。私は自らの人生に一片の悔いもなかった。だが一つできてしまった。君だよ、パルテティオ。君という宿敵を潰しておくべきだったのだ。あの廃れた町にいた時にな。感謝してるぜ、おやさん。俺はあんたのおかげで、これ以上ねえ貧しさを味わった。でも、だからこそ気づけたんだ。価値あるものは、みんなで分け合うべきだってな。どれだけのことができるかわからねえ。だが、
この手でできる限りはみんなで幸せを分け合いて、それが俺の信じる商人なんだよ。青い、それが青いと言っているのだ、パルテティオ。理想など売り払え、歴史に学べ。いつの世も持つべきものだけが歴史を進めてきたのだ。さあ、ここからだ。撃ち抜く。いいでしょう。雷槌を貫け。失礼。行くぜ。やった。主王の弓を。おら。主王の弓を。行くよ。上がってきな。ぶちかましてやんよ。いいでしょう。アゴがあらんことを。使っとくぜ。さてと、傷を癒やした。元気出たよ。行くよ。来てるよ。おいおい、ケチケチすんなよ。ご安心、私が守りますから。ありがとさん、てめらず踊るわよ。マギアスティーグ。悪いな。
ですね。かかってきな。戦王の槍を。行くよ。マギアインビン。よし。いざ。足止めさせてもらう。私の番。マギアインビン。ありがとうさん。危ねえ。こちらの番だ。撃ち抜く。かかってきな。やめんなよ。ふっ。よっしゃ。やってやるぜ。おやっさん。勇王の炎よ。おれおれ。いいもんは分け合わねえとな。終わりだ、おやさん。私が欲しいものを逃すとは初めてだ。始まりは一つの懐中時計だった。店先で輝く時計が私はどうしても欲しかった。靴磨きをし、黒い油にまみれ、金を貯めてようやく手にした。だが満足しなかった。次のものが欲しくなったんだ。私はまた働き手に入れた。それを繰り返し、いつからか欲しいもののためには手段を選ばなくなっていた。そして気づくと、己と金しか信じられなくなっていたのだ。おやさん、そこまでしてあんたは何が欲しかったんだ。さて、何だろうな。もう過去のことだ。私の時代は終わった。これからは君の時代だ。価値あるものを皆で分け合い、町人たちを導いてやってくれ。ここはもうすぐ崩れる。さあ行け、ファルテティオ。私は残って、こいつの最後を見届けるとしよう。さらばだ、パルテティオ。そうかい。
おやすさん、あんた勘違いしてるぜ。何？おやすさんは俺がみんなを導くなんて言ってるけど、そんなんじゃねえよ。あいつらみんな自分の足で歩いてる。けどそんな奴らでもつまずいたり間違ったりすることもある。だから俺はそいつらが立ち上がる手助けをするのさ。さて、俺はそろそろ行くわ。ところでおやさん、こいつを見てピンときたんだ。休んだ後もう一仕事しねえか、俺と一緒にさ。やれやれ、変わらんな、タルテキ。君はどこまでも商人だ。ポップ、大方の測量は終えたぞ。おお、ご苦労さん。なあ、ここを通すのはどうだ。谷を通すとなると、回り道だし、助行が必要になる。効率を考えるなら、まっすぐ市街地を通す。おいおい、市街地だ。住人になんて勇気だよ。こっちに置いてもらえばいい。私が出資した800億もある。金じゃ買えねえぞ。自分の家だ、思い入れがある。では君の仕事だ。人の心を動かすのは得意だろう。ここに線路が通れば地価は上がり、町は潤う。将来を見据えれば誰もが得をするはずだ。誰もが得をか。覚えてるか、16年前ここに立った時のこと。銀鉱山に胸を躍らせ、お互いシャリムに働いたよな。久しく忘れていた。自ら現場に立ち汗を流す、それも価値なのだと。今はただこの新たな計画に胸を躍らせている。時代は変わるな、ロックよ。ロック社長、間違えるな、サスティ。今は相談役だ。これは失礼を。ま、仲良くやろう。今は同じ社の社員同士だ。先代、二代目からお手紙です。悪いが、当分帰らねえ。物も人ももっと集めてこなくちゃな。なんせ今度の仕事はバカでけえからよ。何やろ、手紙よこすなら指示の一つでも書けってんだ。まあいいじゃないか、我々への信頼の証だよ。ここで商談をしているのだろう。我がパルテ&ロックカンパニーの社長は。
パルテ&ロックカンパニーの新社長パルテティオは蒸気機関による税徴収を撤廃。代わりに貧困層の積極的な雇用を打ち出した。かつての大富豪ロックブリリアントが独占したあらゆるものは世界中に分配されるだろう。号外！号外ですよ！今日は残業かな？見てくれていますか？彼に出会い銀コインを渡された時、彼の思い描く未来をにわかには信じられなかった。だが彼は今それを実現しようとしている。産業革命が始まろうとしているのだ。よう、久しぶりだな、坊主。長い旅してきてな、靴がもうボロボロだ。久しぶりに、一丁頼むか。うん、任せてよ。落ちてた新聞を読んだよ。兄ちゃんが世界を貧しさから救うんだって。坊主、これから世の中は変わるぜ。蒸気機関車ができるからな。蒸気機関車？こんなでっけえ鉄の塊が大陸中を走り回るんだ。そいつに乗れば遠くの国へもひとっ飛びさ。物流や交流が盛んになって各地が一つに結ばれる。わあ、言ってたよな、世界中を見て回りたいって。どうだ坊主、俺と仕事してみねえか？うん、やる、やるよ兄ちゃん。そうこなくっちゃな。